今金利上げたらどうなります？住宅ローン上がりますよね。格差が広がっているというのが今の現実。企業が儲かることを敵視するのは私左翼主義でダメだと思います。玉木候補に金融政策について伺いたいと思います。ここは大きな違いです。玉木さんは金融緩和を続けるべきだと言われておりますが、私は見直すべきだという考え方です。この10年間異次元の金融緩和をやってきて、結局企業は儲かったけれども、それは内部留保と、そして株主への還元に回されて、賃金設備投資は低い状況のままです。しかも今電気代を下げる、そしてまたガソリン代を下げるとおっしゃってますけれども、異次元の金融緩和をやることによって円安が進み、この輸入物価の4割から5割、半分近くは円安によるものですよ。つまりはいくらお金を出したって、そんなものは砂に水をまくようなものであって、金融政策を見直さなければいけないというふうに思いますが、その点についてどう反論されるのか、玉木候補にお伺いいたします。はい、金融政策ですけども、ここは前原候補と一番違うところだと思います。で、私はさっき申し上げた通り、日本の最大の課題は30年間賃金デフレだったことです。で、これがようやくですね、30年ぶりの、連合調べて 3.6%、 大企業は 3.99%、 この 4% 前後弱ぐらいまで来たのはですね、もう30年ぶりです。で、これを1年で終わらせちゃダメなんです。で、持続的に賃上げが行われる、つまりこの国で真面目に働けば安定的に毎年賃金が上がっていけるという期待と実感が持てるかどうか、これが勝負なんですね。あらゆる経済政策は反作用と、いいところと副作用があります。で、もちろん金融緩和を長く続けることの副作用もあるんですが、今金利上げたらどうなります？住宅ローン上がりますよね。で、やっと100兆円を超えたですね、設備投資、これも金利が上がったら途端に冷えます。で、景気が悪化して賃金を上げることは企業はできなくなります。で、円安のことをおっしゃいましたけど、一番の原因はアメリカの金利が上がっていることです。で、これに合わせて内外金利を合わそうと思って日本が今この経済状況で上げてしまったら、確かに円安はある程度修正されるかもしれませんが、アメリカがもっと金利上げれば全部消えてしまいます。そしてむしろ副作用だけ、先ほど言った住宅ローンとか、あるいは企業の投資とか、こういったところにですね、全てマイナスがきます。ですから、いつまでもやるとは言ってません。持続的な賃上げ、 4% 程度の持続的な賃上げが実現するまでは、金融緩和とある程度の財政もしっかりと下支えするというのが2回の国政選挙で公約で通った我々の政策ですので、このことはもうしばらくです、もうちょっとなんです、維持すべきだと思います。はい、じゃあ再質問させていただきます。じゃあなんで実質賃金が下がり続けてるんですか？つまりは物価上昇率に賃金の上昇がついていってないということですね。したがって結局金融緩和を続けても実質賃金が下がり続けていると困るのは国民なんですよ。で、儲かってるのは企業なんです。大企業、輸出企業を中心として企業、そして株主なんですよ。格差が広がっているというのが今の現実。これはもう数字が見ると明らかですよ。そういう意味では人手不足の中で、タイトになって賃金が上がる状況になっているとはいえ、金融緩和というものに頼りすぎたためにゾンビ企業が残り、そして結果として実質賃金が下がり続けて国民の生活が苦しくなっていると、そのことについては今の中ではお答えができていないというふうに思いますが、いかがですか？はい、非常にいい質問いただきました。ちょっとね、企業が儲かることを敵視するのは私左翼主義でダメだと思います。企業も儲かったらいいし、従業員も儲かったらいいので、その企業が儲かることとか株主が儲かることを敵視する必要はないと思います。従業員も儲かるようにどう思っていくのかということがポイントだというふうに思いますね。で、実質賃金の話をされました。私も大事だと思います。で、ただ最近の物価上昇を見ていると 3% 台が 2% 台に落ち着いてきたのと、そして賃上げを来年も実現することができればですね、今年の後半、早ければ来月から実質賃金はプラスに転じると思います。ですからもう少しの辛抱です。で、財務省にもいつも言うんですけど、もうちょっとのところでいつもその増税したり金を引き締めたりするので、その大金を抜けないんですよね。だからせめておくし、あと半年、今の比較的積極的な財政と金融緩和は続けて、で、その後ですね、必要に応じて修正を図っていく方が現実的だと思います。